どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強のアタッカーになった主人公を使って、ラスボス戦に行ってみようと思います。ここですね。東京を救う戦いです。で、ルシファーは、ハマの耐性があるんですよ。効かない。なので、アブディエルとジョカ、ここと戦ってみようと思います。難易度は、創生ハードのレベル999ですね。多分倒せると思うんですけども。まあ、行ってみましょう。それでは、行きましょうか。まずは、バフなんかをね、かけていきましょう。で、方向。だね。で、やっぱり問題は、次の戦闘で立て直せるかどうかだと思う。多分ね、一旦で倒せるでしょう。攻撃が始まってさえしまえば倒せるはず、それぐらいの火力はあるんでね。 OK OK、 効かん。で、本当はここさせぎを入れてゲージ回復したいんだけども、入れる隙がなかったんだよね。まあ多分ゲージはたまらんかな。どうだろうな、どうでしょうね。物理反射とかなんか入れた方がいいんだろうけどね。メガトンプレス確かになってくるんで、そんなに大丈夫か。あ、で、OK。ゲージ、溜まりました。射撃いらんかったね。で、スキル使って、デバフ、バフ完璧です。多分倒せるんじゃない？一撃どれぐらいいくか。クリティカルが出るかどうかだよな。OK、OK、OK。あのね、4回攻撃して最初の1回目の攻撃でクリティカルが出ないと、あのアイコン消費しちゃうんですよ。まあまあ、そこがちょっと運が絡むんだよな。でもってノルンは戻す。で、同じくディースも戻す。で、ゼウスも戻ってもらうと。完璧ですね。1回でもう2割ぐらい減らすんで大丈夫よ。ああ、クリティカル出ないと、まあ、ダメージはあるけど消費されるのかな。途中でね、クリティカルが出てもダメなのよ。最初の1発目に出ないと。いや、これ下手したらあと2回しか攻撃できないぞ。うわー、倒す出せるか。クリティカル出て一発目で頼む。出ろ。よし、 OK、 倒した。お、あ、別にクリティカルじゃなくても倒してたわ。強い強い、やっぱ強いよ。全然消費して OK だったわ。で、ここだよ問題は。頼むぞ。ここで戻していって大丈夫かどうかなんだよな。ガード貸してたらよくない？あ、雷属性か。まあまあ、とりあえずノルンとディースを戻しましょう。パスのランダマイザー耐えれるかな。まあまあ、腹痛があるんで頼むぞ。耐えれはすると思うんですけども。あ、消すのね。おーし、 OK、 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 消すんだな。
回避しないと攻撃できないんで、強化水月のでパスランダマイザーがあんまり意味ないかもしれないけども、で持って方向避けろよ。まずはオッケー、お完璧じゃない、完璧じゃない。あ、まだちょっとバフデバフがね完璧じゃないので、もう一回やらなきゃいけないけども、いや完璧じゃなくていく、いやいやいや、いかんほうがいい、いかんほうがいい、いかんほうがいい、いけるんだよ。でもね、上げていきたいよね。あ、でも向こうデバフ消してくるか、なら攻撃2段階でバフなしで攻撃するのとそう変わりはないよね。で貫通チャージついてるんで、これ絶対次やられるんだわな。もうここで攻撃しよう。うん、バフデバフ完璧じゃないけども、あ、ちょっと待って、分身早々これ入れてねえじゃん。うん、あ、なるほど、そこミスってたわけね俺。なるほどね、ガードでランダマイザーラスターキャンディ、いやどうなるどうなるどうなる、オッケーオッケー、デバフは入ってない。まあ、方向入れて、なんかアイテムで、物理してきたよね。でランダマイザー、あー、リースにもランダマイザー入れとけよかったな。まあキャンディーを重ねが消しときますか。オッケー。で次でこれでゲージ溜まってくれ。溜まらんのかい。ゲージ溜まらんのかい。ゲージ溜まらんかった。あ、でも大丈夫そう。うん。次でか、うわ、ちょっと待って、現月先行使えてないぞ。え、マジ？オッケー、あ、うん、今回避したから絶対次使える。オッケーで準備完了です。おお、なんとかなるもんだね。うんうん、雷と物理しかしてこなかったんで対策は取りやすい。覚悟します。で倒せるはず。あ、あー、デバフ入ってない、デバフ入ってないけども、もう行くしかない。一発目クリティカルでお願いします。のごとし、オッケー。あ、こいつちょっと HP 高いよ。さっきのねアブディエルよりもちょっと高い。でもまあ運が絡むけども、クリティカルをしっかりと出していってあげれば問題ないはず。よし、一発目頼むよ。よし、ナイス。あと、1,2,3,4,5 最大5回攻撃できる。5回攻撃すれば倒せるよ。あー、ダメだった。いや、大丈夫大丈夫。いや、意外と HP 高っけ。うん、いかんかこれ、無理か。クリティカル頼むよ。一発目クリティカル頼む。先行のごとし。あー、ダメだった。うわー、でも次も
いけるから。うん、あと1回4回攻撃できるんで。いやでもバフ全部消えたいやこれ厳しいわ。うん、いやーきつい。うわ、よし、まあ倒せはすると思うよこれでね。いや倒せんか、倒せん。これでいけるはず。クリティカルが出ればもう確実。よっしゃ、おっしゃ、完璧、倒した。ういー、はい、それでは戻ってきました。今日はラスボス戦のね2人を倒せるかどうかやってみたんですけども、倒せる、倒せるんだけども、クリティカルが最初に出るっていうちょっと運が絡む戦いになっちゃいますね。うん、しっかりと最初にクリティカルが出てくれれば、7回攻撃ができるので確実に倒せるんですけども、まあそううまくはいかない感じですね。んで、ゲージの溜まりが若干足りない時があるので、やっぱりさせぎは必要かな。んで、どれを削るかってなると、やっぱ腹痛ですかね。アイテムで主人公は復活できるので、まあ腹痛を抜いてからさせぎかな。うん、そうすると、まあ、もっと安定するかもしれません。うん。まあ、この方法はちょっと、やっぱり連続戦闘にはあまり向いてないけども、まあ、立て直しはなんとかできることもできます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。